まあ今までまあ生まれてからですね生まれてから芸能人生が始まってそこからこう大きな一つ目の手越し第1章のまでの僕とこれから一人で独立をしてこれから何が未来に待っているのかしていきたいのかっていうところのここのギャップっていうものを埋めたくて今回はですねこの度このアバランチ」という本を書かせていただきました。 本当に充実したこの1ヶ月半であの6月23日の記者会見から今日までって本当に1ヶ月と10日ぐらいしか経ってないと思うんですけどなんかはるか昔のような半年前のようなこう感覚のスピード感で動いていてこちらの構想なんですけれども手越村いつごろどういったことをきっかけに考え始められたのでしょうか、はいまあ、先ほどの話ともちょっとかぶってしまうんですけども、まあ、僕自身が。 海外にたくさんありがたい話行かせていただいて食、まあ、だったりとかあの農業の大切さっていうもの自体にすごいあの感銘を受けまして、まあ、その中でやっぱりあの、まあ、日本の高齢化社会っていうものもありましてこうやっぱ農業って。 すすごく体力のいることだとだ思うんですよしかも今8月ということで毎日30度超えの中日本の食を守ってくださる方々がたくさんいるわけで、まあ、もちろんその間には流通だったりとかっていうのはあると思うんですけどもとはといえばその農家の方々が頑張って自分の畑をいろんな天災だったり災害から守ってくださってるっていう思いで僕らのこう食っていうものはあの助けられてると思うんですね。の中で えー、やっぱり今の小さい子だったりとか、まあ、家族連れの方々に、えーまあ、農業体験とかそういうのもしていただきたいですし、まあ、その先にはそれこそ農業で自分でこうなんだろうトウモロコシ狩りとかイチゴ狩りとかそういうも,ものでそのままの食材を使ってしかも無添加のもので、えー、バーベキューをやったりとか、えー、そういう、まあ、家族のふれあいっていうものも農業って作れると思いますし。僕自身も、えー、あの食事をする時は まあサラダを優先的に食べたりとかえまあ昼はえトレーニングの前だったら炭水化物を多めに食べて夜はたんぱく質みたいなやっぱ食ってすごく自分の体を司る大切なものなので大事だと思うんですよねないがしろにするわけじゃなくてなのであの小さい頃からそういう農業体験をしながら無農薬だったり自分の体にいいものだったりこの食を支えてくれる人たちってこういう人たちなんだよっていうものを僕というフィルターを通してもらってなんかこう。 家族だって老若男女の方々に改めてその農業とかの素晴らしさっていうものに対しては触れ合いながら考えていただきたいなというのがまあ手越村構想っていうのが正解なのかちょっとわからないですけどそういうものもなんかやっぱ自分が興味ある分野ジャンルだからこそ勉強しながら伝えていきたいなと思っております。 手越村具体的にはどの辺りの地域で考えていらっしゃるんでしょうかそうですねあの、まあ、いろんなところの、まあ、許可だったりとか、いろんなもの、関わる方々が本当に多いので、簡単にもうここでやりますみたいなことは言えないんですけど、今現地を考えているのは、えー、山梨、山梨県の方で、えー、やろうかなと、できそうかなというふうには考えておりますちなみに、この活動にはあの大先輩もご参加をされるのではというような噂を聞いたのですが。 そうですねあのー、やっぱり僕自身がこう独立して右も左も社会もいろんなこともわからないでこう苦労したじゃないですかこの1ヶ月半ぐらいで僕はまあ勉強まだしたってほやほやなので農業のスキームだったりとかこうやって耕すんだよとかっていうものは僕自身は 全然また初心者なんでやりたい、やりたいって思いはあるんですけどあのそこに関しては僕自身は全然力になれないというかもちろん体力はありますけど力にはなれないのであのやっぱり僕の大好きなリスペクトをずっとしていたあの大先輩の山口君にはあの僕も「あの鉄腕ダッシュ」という番組に出させていただいたときに本当にかっこいい先輩なんですよ。実際に会ったかからこそしか 実際会った人にしかわからないぐらい男気もあってかっこよくて何だろうなんか手越しお前本当が暴れてるけどなんかお前楽しそうだなみたいなのを必ず共演した時に言ってくださってた僕にとっては大切な先輩なのでまあ今お互いあの大きなね今までお世話になった事務所ではないですけどもなんかそうやって今お互いがその事務所の人間じゃないからこそ やっぱりその人生の先輩として農業の先輩としていろいろこうまあ僕が頼るっていうのも生意気な話ではあるんですけどもなんか教えてもらいながらいろいろ指導してもらいながらなんか力になれ,ればあま足引っ張らないようにしなきゃいけないんですけどもしその願いが叶うならなんかこう山口君にいろいろこう先導していろんなスキームを教えてもらいながら。 なんかちょっとでもそのお手伝いができたらいいなと、こき使ってもらって構わないと僕は思っているので、手腰、あれあれ、これあれ、お前使えねえなと言われながら、なんかこう、切磋琢磨して、この農業、農場の素晴らしさを広げていけたらいいなとは、ただの僕の今の頭の中の妄想なので、全然具体化できるかどうかは分からないんですけど、ただ、願いを語るのは自由だと思いますので、そういうものが実現できたらいいなとは思います。この構想に関して言うと、僕自身が、 えっと、連絡先がつながってたりとかするわけではないのであくまでも僕が将来もし農業に関わっていろんな日本の農業を伝えていけるのだとしたら自分じゃ力不足だから人間としても大好きだし、えー、事務所の大先輩としても大好きだった山口君のお力添えをお借りしたいなと思うので直接今話して打ち合わせが進んでますっていうものに関してはないです。 了解は取ってないということですか。そうです。この構想があるというだけです。あ、そういうことなんです。はい、もしもしせっかく携われるなら、あの自分が頼り頼りたいというか頼れる方と一緒にやりたいなという。いや断られる場合もあるんです。まあ、その場合はしょうがないです。<laughs> もちろんそれはしょうがないです。やっぱそれは僕がいろんなお仕事をいただいて、これはやるやらないって言ったように、もちろん決めるのはご本人ですから、いややりたくないと言われたら。 分かりました自分で頑張りますっていうまで,ですしもし仮に1%でもやっていいよっていう言葉がいただけるのであればじゃあ頼らせてくださいお願いしますっていうことですね。ということはご本人にとってはこの会見で初めて自分の名前を知るということですかそそそうでででですす、はい、<laughs> おそらく、まあ、僕ののの構想なのでねか、はい、それではじゃああちょっとあの テレビかかかかにに向かってて山口に呼びかけていただくっていういやいや見てるか分かんないですしねはいまあでもあの夢を語るのはねもちろん自由だと思いますそれぞれのはみんな夢サッカー選手になりたいとかアイドルになりたいのと一緒で僕はせっかくやるならお力添えをいただきたいなっていう感じなのではい。